やっぱりなかなかそういういろんなのをこう、まあ、今の時代と YouTube でいろんな人のトレーニング見られるんで見て、はい、まあ、ある程度真似して木澤さんが言ってるのも聞いてやってもなかなかこう結果が見えてこないっていう人いると思うんですけど、そういう人に何か一言っていうか救いの手をお願いします。救いの手、まずですね、自分のことをハードゲイナーと思った時点でダメですもん、筋肉を自分がつきにくいんだとかつかない体質なんだとかっていうのはもう真っ先の言い訳なんで、分かるんですよ、そう思いたいのはね。そういうすることでこう、まあ、諦めがつくわけじゃないですけど、やっぱりあんまり筋肉つかなくてもしょうがないのかなっていう自分に対するこう、まあ、一つのこう結論というか、それで納得しちゃって、それはちょっと僕は悲しいと思うんですよね。やっぱりまずはその本当に追い込めてるのか、ちゃんと強度高いトレーニングできてるかっていうのが、自分の中ではできてるかもしれないですけど、じゃあ実際どうなのっていうところですよね。なんかそこをやっぱりこう開拓するきっかけをね、なんか一流選手に一回ちょっとパーソナルを教えてもらうとかね、っていうところでこうなんかこう開眼してほしいなと思いますけどね。